ソウルヒーリングへようこそ。心を落ち着かせることができるよう、なるべく静かな空間で自分の心地よい姿勢をとりましょう。準備ができたら、そっと目を閉じます。鼻からゆっくりと息を吸うことから始めましょう。肺を新鮮な空気で満たします。そして口から優しく吐き出します。この呼吸を数回繰り返します。呼吸するたびに緊張やストレスを解放して心が落ち着いていきます。今は外の世界を手放し、意識を内側へ向けます。ハートの中心に穏やかな風景を思い浮かべてみましょう。森、海、山、自分の家、どこでも構いません。安全で平和だと感じる場所です。この場所の心を落ち着かせるエネルギーを吸い込み、ゆっくりと吐き出します。呼吸とともに不安やストレスが解放されていきます。今度は自分の体に意識を向けます。緊張している部分はありますか？息をその部分に向けて吸い、ゆっくりと吐き出します。緊張を緩めるために、この呼吸を数回繰り返します。この呼吸を続けると、あなたの存在のすべての部分がリラックスして落ち着いて心地よい暖かさを感じます。穏やかなリラクゼーションの波があなたを洗い流していきます。この穏やかな波を吸い込み、吐き出します。不安やストレスを取り除いていきます。呼吸するたびに肩から重みが外され、外の世界にあったマインドが今この瞬間に移ります。息を吸い、大地のエネルギーもあなたに吸収されます。不安やストレスの原因になっている考えを今手放します。自分を取り囲む柔らかな光をイメージしてみましょう。この光は静けさと保護シールドの役割があります。この光を吸い込み、ゆっくり吐き出して、あなたの周りに平和なオーラを作りましょう。この光があなたを静けさと優しさの眉で包み込むように、光の心地よいエネルギーを感じます。湧き上がる感情を吸って受け入れて、ゆっくりと吐き出しましょう。ジャッジしていたものを手放し、自分が感じていることをそのまま存在させてください。この思いを認めてあげることで、あなたは今自分に対してセルフケアと思いやりを示します。この呼吸をしながら少し時間を取ります。あなたが育み吐き出した平安が今ここにあります。穏やかなエネルギーを自分が持っていることを知ってください。そっと目を開きます。静けさの感覚とともに現在の瞬間に戻ります。あなたは一日の中で平和とリラクゼーションの瞬間をいつでも見つけることができます。ナマステ。